今日は東京都民として発言いたします。東京都税を払っている東京都民でございます。我が家は5人家族ですけれども、4人が税金を払っています。都税を払っています。5人が有権者です。5人ともこの度の都知事選挙で石原慎太郎さんに1票を投じました。本日たまたま別の用事で息子から電話がありました。さすがだね、さすがだね、前回の選挙で石原さん立候補してくれてよかったね、さすがだと。きっとたくさん東京都民以外からも寄付が集まるんじゃないかっていうことを、日頃あんまり寄付が好きじゃない息子が申しておりました。で、私実は今日産経新聞に載ってたさっささんの提言には反対です。一坪地主っていうことに関しては反対です。無条件で寄付をする、要するに東京都が買う尖閣諸島の、ね、県について、いずれもし売るとしたら相手は国以外になる。しかもこの手続きを簡素にするために、一坪地主みたいな煩わしいことは一切やめて無条件で寄付してほしい。つまりこれからどうするのかっていうことですよね。これから寄付を集めるときにはそういう条件でしてほしいということです。それともう一つ私が言いたいのは、領土問題っていうのは虫歯の治療と同じです。早くすれば大変に簡単なのに、ほっとくと歯を抜かなくちゃならないということになる。皆さん、北方領土もう戦後60数年あれだけのロシア人が住んでて、あれだけの状態になってて帰ってくると思いますか。ちょっと非常に疑わしい。竹島、そうやってもう基地を作ってしまった竹島に対して、もし返せっていうことだったら多分戦争にならないと帰らないんじゃないでしょうか。今残ったこの尖閣に対して領土問題は一切、ね、存在しませんなんていう政府のバカらしいこの逃げ腰、もし尖閣列島が尖閣諸島が日本の領土だというのでしたら、なぜ小平が50年後にね、まあ皆さんもっと利口になってるからその時に任せましょうなんて言った時になぜ言わないんですか。尖閣は日本の領土です、50年待つ必要がありませんってなぜ言わないんですか。そうやって先延ばし先延ばしにしていったこの政府のやり方に信用が置けないからこそ東京都の都知事が出てきたわけじゃないんでしょうか。なぜ東京都かというと、政府がだらしがないからなんです。自民党を含めて今の民主党政権も全く同じです。日曜日の報道2001の一番私が民主党の中でもマシだと思っている長島昭久が何て言った、今この問題をまた持ち出すと中国がまたなんか騒ぐからやっぱりやめた方がいいんじゃないですかみたいなことを言ってる。もうがっかりしました。二度と政治献金はしません。今年実はしたばっかりなんです。残念です。この問題を持ち出すと中国がね、いろんなことを言ってくるからっていう、こういう口実のもとでどれだけのことが先送りにされて、どれだけ国益が損なわれてきたかっていうことを考えて、もう今しかない。しかも東京都の石原慎太郎知事がパフォーマンスで言ってる人がいるという話もありますけど、パフォーマンス結構です。政治家の存在感っていうものは時には時を得た、そして大変に一番大切なことをどこで発表するかということです。これが政治家の存在感です。当たり前なんです。パフォーマンスと言われて結構です。これだけの話題になって私は拍手大喝采です。今までの政治家ってのはあまりにも存在感がなさすぎる。だから日本はどん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 味方下がりになっていってるんです。今こそ、ね、この尖閣問題を拡大して日本の存在感を示さなくてはいけない。私は東海大学の山田と申します。
金先生のあのご説明と、私もあの東京都民でございます。あの当然も、払っております。かつ石垣島には一月二月に一度お伺いいたしまして、石垣の、商業活動にも極力貢献するように、努めております。これから始まったんです。すごいきっかけを知事は作ってくれたんです。日本人がプライドを持って自分たちのもの、自分たちの土地、日本の土地であるということ、そして日本の海であるということを確認して、これからスタートが始まる。スタート切ったわけです。確かに今、金先生、昨日の、ホトニー選手、長嶋さん、若干古いご発言をされている。問題があるから、中国がこの領土問題を世界にアピールする。それはもうとっくに終わってるんです。2010年の9月7日に彼らは成功してるんです。その後見事に日本の政府は後手に回ってしまって、それを認めてしまう。その次の手に漁業監視団を送り込んでいる。これは農業部漁業局、あくまでも漁業監視団で、今年の3月どうなった、中国国家海洋局の海洋調査船を送ってきてるわけです。これは実は外交部、中国の外務省も了解した船でオペレーションであるということは、民間にやらせて問題を広げる、もうすでに国家が領海侵犯、しかも定期的に入ってくると言っている。次のステップに入ってるわけです。石原知事のように思い切った発言をしてこないと歯止めがかからない。初めてプライドを持って日本の土地だ。このことで私がいくつかのメディアに出て説明させていただきました。初めて国民の方、もう一度改めて国民の方、石垣は石垣、尖閣諸島は石垣市の一部である、そして日本の大事な土地なんだということが分かる。すごい機会だと思います。ただし次のステップに中国は当然入ってくる。問題なのはこの島をどう使うかということなんです。土地が誰のものであるという先に、今度はどう使うかということの、要はそれを知事は初めてスタートを切らせていただいた。仮に政府が買ったとして今まで通り何もしなかったら全く意味ない。知事の問題提起は仮に政府が、その上また知事、東京都から政府が買うようなことがあっても、その段階ではもう土地をどう使うかということを考えなければいけない。石垣市の一部なんです。石垣の知恵を、中山市長の思いも、そして多くの石垣市民の方の思いも含めて土地を使っていく。なぜ先ほど、市長の話もありました、必ず影響が出てくるんです。黒潮というのは与那国と台湾の間を登っていって、尖閣諸島の東側を通ってずっと上がっていって、それは奄美大島の沖から対馬海流、そして黒潮として上がってくる、日本の全てに影響をもたらす海流なんです。海を守らずして日本は守れません。首都東京の役割です。東京に住んでいるから首都の都民ではない。日本の中心、首都という言葉というのは日本全体を見る首なんですよ、頭なんです。ですから東京、そして関東にお住まいの方々、あるいは関西の方も含めて、尖閣の問題を、そして日本という国を考えていただいて、そのきっかけ作りとしては今回は非常にインパクトなんだと。ぜひお願いしたいのは次のステップを考えていただき、どう使うか。で先ほどの、市長の発言の中にすごい明確に、やはり分かってらっしゃるのは、大の小笠原を作るというのが一つですね。自然を再生させて、まずはヤギの移動、そして自然を再生させて、残された大事な南の海の環境を作る、そして国境を巻き取って開発する。クロマグロには領土移転となる、そして隣の日本国、台湾との関係もこのエリアで構築することも可能なんです。これからこの夏、そして冬、
止まってしまった海上保安庁を改正して離島も海上保安庁が守れる海上を作ると言っていたのなかなか法案が完成しない。そして沖合に来た漁船団も排除するという法案が提出される段階まで来ているのになかなか先に進まない。この発言をきっかけにもう一度国という体制、そして海を考えていただいて守る体制を構築する。そしてもう一つは島を本当に使おう、そのことを考えていただきたいと私は願っています。そして次のステップは他の島々に含めまして、他の島あるいは沖縄大東島あるいは対馬まで含めてなのかもしれません、首都という東京という目から国際関係を見ながら島々をお手伝いしていく、島々石垣あるいは、沖縄の島々あるいは長崎の島々世界日本中の島々を世界に向けて守るお手伝いをできていただけたらと、皆さんのお力はこれから非常に重要な役割を果たしてくると思います。ご清聴ありがとうございました。